前回終わってから断平の小屋でちょっとミッション進めてお金が1310というわけで、とりあえずまず弓買っちゃおう。これなんか高いらしいけどね。高すぎるよ。ええー、交渉とかあるんじゃないんだ。買うしかねえんだな。なんか昔のリメイク前の没データに、まさかこんな価格を買うとはね、みたいなぼったくり価格を示すようなセリフがあったらしい。それで、他だな。弓矢は、まあ、持ってるけどいいや、今は。他に行きたいところは、まず不思議の森かな。一番最初に取れなかったハートのかけらを取りに行こう。あ、それと入り口近くにある宝箱だね。まーず、ここだ、ここ。この横。あ、やべ、くっついた。これこれ、これが欲しいんだ。邪魔だ。開こう、このまま。はい、秘密の貝殻。マリンとのデートイベントもそうだったけど、ワンワンとのデートイベントの時にも、もっと散歩すべきだったんだよね。なんかいろいろ隠しのアイテムがあるっぽくて、一回、ゴポンガの沼に行く途中にここ掘ればウバウやってたと思うんだけど、こういう花の中心とかもここ掘ればウバウのポイントなんだよ。ちょっと別データで調べたんだけど、ここで反応があったから。まあ、全部調べたわけじゃないんだけどね。あ、こんなとこになんか階段ある。これは初めて知った。行ってみよう。え？なんだろう。ダンジョンなのかな、これ。毒沼っぽいけど、見た目。あ、スコップは装備しときたいか。何？小悪魔。やい、小僧、よくも俺様を目覚めさせてくれたな。どうもありがとう。お礼をしてやる。覚悟しやがれ。よろしいですか？じゃあ魔法の粉をもっと持てるにしてやる。イキヒヒ。よろしいですか？マジ？わあ！イヒヒ、邪魔見やがれ。持てる数が増えてしまったぞ。じゃあ元気でね。また会おうぞ。へえ、こういうのが各地にいて所持、あ、40、マックスになってる。所持上限上げてくれるんだ。へえ、そいつはいいな。探してみるもんだな。ここは大妖精だな。じゃあ、あの木のウロに入んなきゃいけないのか。ウロ？ウロなのか、あれは。こういうとこなんかあるんじゃない？ああ、お金か。あの木の中に入って、もらっとこ、どんぐり。えい、危なーい。木の中入ってたな。この奥。パワーグローブ手に入れたから、これが取れるようになってて、こうだな。こうしたら、これ、ここに行けるから。ここに行けたらもうゴールみたいなもんだからな。よし、ゲッター。ハートのかけら。他になんか行く場所あったかな？まあ、あの村の横のやつも取りに行きたいし、他はちょっと他にも探検行こうかな。この抜けた先にある洞窟のも取ってないからな。ここだ。この中、右から行った方がいいか。オブワバシャイ。避けたのに食らったな。よし、これが取れると。50ルピーか。まあ、お金減ったからありがたいか。ハートのやつ、店で買うのはありだな。で、次。この辺のマップを実は行ってない場所があって、
マップは、これか。この、こっち側も、もうちょっと見れるっぽいんだよね。で、滝っていうのがここだね。前袋が言ってた。で、どうやらここの鍵を、ここのヤーナ砂漠で取らなきゃいけないみたい。危ない、危ない。あれ嫌いなんだって。じゃあ、まずは、ちょっと地図埋めつつ、他の場所に行こうか。ここもね、ワンワン。あー、ちょっといて。まあいいや、ダメージブースト。ワンワンがいなくなったから入れなくなったんだよな。あ、入れるには入れるのか。あの宝箱が取れないのか。まあ別に関係ないけど。ここだな。タルタルコーチ。この上に用がある。一応向こうまで行ってみるか。ちょっと、これ何？断平の小屋のやつか。ここ登ると、今回の目的、大きな目的地の場所かな。フクロウが来ると。はっはー、風の魚はこの上の卵の中で、いつ終わるともわからぬ、長い夢を見続けておる。八つの楽器を卵の前で奏でたその時こそ、風の魚は夢から覚める。それが島を出る、ただ一つの方法じゃて。はっはー、はっはー。まあ、8つの楽器を手に入れた後にここに来いみたいな指示だな。たまらんち山。で、ここの山の頂上にこれがある。今は何もできないけどね。へい。じゃあ降りて、こっち行こうか。邪魔だよ。来た。魔法の粉いっぱい持てるようになったのは嬉しいな。結構ジャンジャカ使っちゃうから、すぐ枯渇するんでね。何もないか。何もなさそうだな。魔法の粉にしよう。やめろ、やめろ。この辺の敵は魔法の粉で焼き払えるから。あれあれ、あれあれあれ、あったぞ。滝の裏がここなんだけど、アングラーの鍵が必要と。で、この近くワープあったあった。これもね、ちょっと別データで調べちゃったね、先に。これはまあとりあえずマーキングして、まあただ文章とか全く読まずにやってるから、そっちはネタバレは別に俺は食らっても問題ない派なんだけど、いけないなこれは。ただ、謎解きとかを解きたくないし、大筋の話もあんま知りたくなかったから、今回は見なかった。まあ、とりあえずここに来るだけだな。山の方はまあいいかな、別に。マーキングつけて、そうだ、メーベの村横だな。ここの洞窟。他に取ってない場所あったかな？あれだ。気まぐれトレーシーの家の横か。これは、どう行くやつだっけ？あ、こうか。いて。で、これやって。あ、やべ、これ失敗したな。取る場所間違えた。うん、これじゃない。あれじゃ意味ない。入り口横の押しちゃダメだ。となると、回り道しようか。こう来て、まず邪魔なのを破壊しつつ、これを押して、これを押す。で、取れる。はい、ハートのかけら4つ。最大値が増えた。あ、そうだな。メーベの村の横だけど、まあ、いいや、上行って、先に、向こうの鳥に行こうか。気まぐれトレーシーの、ト
トレイシーだったよな、多分。あれ、トレイシーじゃな、あ、そっか、トレイシーだってるか。で、ここここダバールの林、ここでもワンワンが反応するポイントがあって、これこれ、ここだ。はい、秘密の貝殻、危ない。で、この奥、これで、ハートのかけら回収。よし、戻って。あー、カラスが邪魔。なんかトレーシーの家の横もなんか、ここ多分あるんだけど、ワープ地点が。ただ掘れないし、粉かけても意味がなかったから、別データでやった時にね。ほら、意味ないから、多分また別のアイテムがあればワープ地点設置できるんじゃないかな。不思議の森行った、山行った、林行った。じゃあ森じゃない、メーベの村だ。次はあそこにまだ取ってないアイテムがあるのを見つけたから、見つけたというかネットでそんなのあるんだっていう感じで見たんだけど、前に祠に行った時に越えれなくてすぐ帰ってきたんだけど、ペガサスの靴を手に入れた後だったらいけるらしくて、まず祠で寝ます。で、あの埴輪野郎ね、これ、あ、これはもうダッシュで駆け抜けちまえばいいらしい。そうするとここは入れるらしいんだ。まあ、これもまた別データでやっちゃったんだけどね。まあ、もうダッシュするしかないからな、これは。あいつ同じ動きしてくるから。こっちも開けといて。あれ、あれが欲しいんだ。おー、シルバーだ。100ルピー、シルバールピーだ。で、本当はマリンのイベント起こす前にこれもらっとけば、ちょっとマリンのリアクションを聞けたらしいんだけど、オカリナを手に入れた。いろんな客が吹けるといいな。まあこれ手に入れた後で、だとまあリアクションは聞けなくなっちゃうんだけど、楽曲は覚えることができると。で、もう夢の祠はいいかな。もう来ない場所かな。他。穴ぼこにも行きたいな。穴ぼこ。たまらんち山が解放された。あ、ここ登れたな。まあ、いいや。穴ぼこに行くには、下か。どうしよう。ハートの、かけら買っとくか。あ、あー、やか。もう買っちゃおう。オッケー。なんかライフ減ってたな。弓上限一杯まで持つか。上限30かな。20しかつけてくれてなかったのか。爆弾も買っとこう。余るか。これ買えんのかな。あー、買える買える。まあ、もったいない買い方だけど、これでマックスまで行くか。じゃあ、もう穴ぼこのとこに行ってハートのかけら取っちゃうか。あれも、まあ、正規じゃないと思うけど、無理くり取れるから、取りに行っちゃおう。で、ここの岩が壊せれば楽だったんだけど、あっと危ない。まず入ってたな。あー、そうそうそう、ここで、ね。2分半、待機すると面白いことができるんだけど。それやろうか。
とまあケケソングがここで聴けるんでね、2分半待つと。これはどうやら最初の頃からあるらしくて、リメイクでもそれが受け継がれると。で、これ主人公の名前リンクにしてあるけど、他に、ゼルダ、マリン、トタケケって入れると BGM が変わるらしい。まあ、トタケケっていうとやっぱ犬だったりの人なんだけど、その人が関わってる作品はこういうの隠されてるらしい。まあ、調べてみると、あー面白いんだけど、ただ割とこの夢を見る島の曲は怖い方の部類だよね。どこだっけ、道が、あーこっちか。でこっちだな。ここだ、これ弓使ったらあれ壊れるとかないかな。あー無理か。よし、無理くり穴を開けて突撃。ハート失ったけどな。まあいいでしょ、多分後々フックショット系手に入れたらいけるんだろうけどな。よっしゃー、じゃあもう行くとこないから砂漠行くか。ヤーナ、あ、その前にだ、その前に、爆弾、危ない、はい危ない、ここここここ、前タリンが蜂蜜を取ろうとして蜂の巣つっついたとこね。この中にも大妖精と妖精がいると。まあ、大妖精は回復スポットで一回回復してくれるのかな、マックスまで。その後出てくるかはちょっとわかんないけど、まあ、回復できるスポットであるのは変わりないな。まあどっちもまだ使ってないけど、妖精とかも復活すんのかな、あれ。よし、砂漠行くか。ああ、その前に、砂漠行く前にだ、マリンのとこでオカリナの曲を覚えなきゃ。あれ、素敵な笛を見つけたのね、私の歌に合わせて吹いてみて。おお、すげえな一発で覚えるとかすごいな。へえ、なるほどね、こういうイベントがあるのね。どう、ハートにしみる歌でしょ、ちゃんと覚えた。うん、ちっともやると多分もう一回やらされるな。おお、オカリナっぽいトゥルルルだ。風の魚の歌を教えてもらった。マリンの歌声が心地よく耳に残る。風の魚の歌、絶対忘れないでね。それから私のことも。というわけで、さっきのアイテムにオカリナに、ああ、マリンの幕ついた。オカリナに風の魚の歌を追加することができたと。風の魚の歌は、あ、何曲かあるな。風の魚の、マリンを選択すると風の魚なのか。これを、なんかマリンとデートイベント中にやると、マリンが下手くそって言うらしい。ひどい話だけどな。
うおっと。その後のマリンはなんか下手くそって言った後に、私何も言ってないよみたいなリアクションをするらしいけど、危ない。サンボのあれが、サンボの体はあれなんだな、こっちに攻撃してくるんだな。あのサボテン無敵かよ。さあ、砂漠の冒険ですが、砂漠といったらやっぱゲルドだな。別の方も、あー危ない危ない危ない、別のゼルダの方もゲルドだし、あれちょっと待ってよ。うん、そうだな、この死体なのかな。とりあえずまあこのドクロ頭蓋骨に目はないけど、さっきのこいつ目あるな。話しかけてあれも爆弾しても意味ないかな。じゃあこういう時はマリンの風の魚。違うのかな、聞かねえな。魔法の粉かな。なんか風の魚の曲には寝て、眠っている炎を目覚めさせるっていう効果があるらしくて、あ、魔法の粉か。やっほー、生き返るぜ。それじゃあお前に教えてやろう。この島には口の悪い小悪魔が3匹住んでいる。あ、さっきあったな。親切にしたらいいことがあるぜ。じゃあな、ポキポキポキ。その笑い声何。親切にしたらいいことがあるぜとか、そうだ、マリンのデートでさ、浜辺のあの左側のマップの端っこにこんな感じの、まあちょっと違うんだけど、こんな感じの場所があるんだけど、そこ行くとちょっとしたイベントがあったらしい。これもまた失敗したなポイントだけど、まあ初見でマジで知らない状態だったらわかんねえわな。痛いって、サボテン、あ、判定あんのか。魔法の粉が効くとかない。あ、魔法の粉が一番安全だ。うん、大体の敵なんか魔法の粉でよかったりするよな。おう、秘密の貝殻。これ何個や ?14 個。15個いったらあの貝のとこ行こうか。多分またなんか褒美がもらえると思うけど、10個じゃ多分もらえないんだよね。夢が覚めたら泡になる、魔物もみんな泡になる、だから魔物は邪魔をする、目覚めの使者の邪魔をする。なるほど。あ、ここ入ってみたいな。あれ入ってみたいとか思ったけど、動こう動こう、邪魔ゲージ、邪魔、目障りゲージ、邪魔をするね。なんか魔物たちは風の魚が、うわマジか、目覚めるといなくなっちゃうんだな。確かフクロウが最初に来た時もそんな感じで目覚めを告げるみたいな話をしてたから、お前が来たからなんか魔物たちが活発になったみたいな話してたよね。え、マジか、ここ、あー出ちゃダメなやつか。